こんばんは、とんがりタイムスの時間です。こちらの番組はですね、福井県のチャレンジ応援ディレクターの私が福井県でとんがってる人をご紹介するコーナーでございます。本日も早速ゲストをお招きしております。今回はですね、嶺南の地域おこし協力隊ということで、何もうニヤニヤしてるんだ嶺南の地域おこし協力隊の2人をご紹介したいと思います。じゃあ最初2人から自己紹介をしてもらおうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではまずは1人目。はい、福井県大井町地域おこし協力隊の渡辺寛太です。どこまで言ったらいいから。はい、で2人目がですね、はい、どうぞ。若狭町の地域おこし協力隊の堀弘樹と申します。はい、よろしくお願いします。僕はもう結構2人とはいろいろね、今年1年もいろいろ会ってきたんですけど、初めての方も結構いると思うので、まずは今回自己紹介シートもご用意してもらってるということで、はい、まずはそちらから寛太君の方から簡単に自己紹介をお願いしてもらっていいでしょうか。はい、はい、渡辺寛太と言います。で、先ほどの説明させてもらったんですけど、福井県大井町というところで地域おこし協力隊をしています。で、1996年生まれで、今年、今25歳で、大阪府堺市というところ出身です。で、まあ、その大井町には、まあ、農業体験というところで大学生の時は関わっていたんですけど、まあ、その就職する時に、まあ、田舎暮らしをしたいということで、まあ、大井町の地域おこし協力隊として移住をしてきました。で、今のメインの業務としては、今大井町で開発が進められている、みんなで作る公園 CC パークの開発事務局をしています。で、その仕事もしながら大井町にある城で暮らしていてで、地域のいろんな人と、まあ、バーみたいなところを作っているので交流しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ詳しいところはまた後で深掘っていきますので、はい、じゃあ次堀くんお願いいたします。はい、多分もうちょいしたらパッと出てくるからね、堀くん出てきた。あ、いいですね、いい写真やないいですね、自分で言う堀弘樹と言います。奈良県の天理市という天理教がある町が出身で、大学院で建築とか都市計画とか町づくりの勉強をしていて、まあ、その新卒の就職先として駒川宿で、あの古民家を活用したホテルとかカフェとかの開発をしている会社に入社しました。で、今そのホテルの空間設計とか現場管理とかを担当しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますというお二人でございますが、多分見てる人がですね、地域おこし協力隊を知らない人もいると思うので、うんうん、まず地域おこし協力隊って何？はい、地域おこし協力隊っていうのは、うん、なんかその国の制度なんですけど、うん、まあ、その都会で暮らしてる人たちがその田舎に移住するため の、 なんかその制度というか仕組みでして、うん、で、その田舎のなんか暮らしながら、例えばまあ地域の人のお手伝いであったりとか、多いのはその農業をそのまあ、あの仕事としてしたり、その漁業を仕事としてしたりする人が役場からお給料をもらいながら地域のお手伝いをするっていう取り組みのことですね。あれよね、ちゃんとした国の事業なんだよね、これって。そうです、そうです、はい、タイって面白いなってずっと思ってて、うん、地域おこし協力隊ってなんかポップだよね少しね、はい、だからその、うん、なんて言うでしょう、まあ、福井県独自の制度っていうわけではなく、うん、もちろんその、まあ、北北海道南沖縄までもう全、うん、47都道府県に地域おこし協力隊っていうのは今存在していて、だいたい今活動で5000人以上、そんなにいるんだ。はい、活動して5000人か、結構いるね。そうですね、で、今福井県やと40人以上、はい、結構いるね、はい、基本的には県外からやってきてる人が多いで、あ、けど県内の人もいるのか、たまにね。そうですね、いるけど、だから2人はもう完全に、奈良県と大阪から来てるという感じよね。はい、だからそこがちょっと今日聞きたかったところで、うん、こう地域おこし協力隊になったきっかけであるとか、なんで福井を選んだのかみたいなのを知りたいなと思いまして、うんうん、じゃあこれは堀くんから聞こうかな。あ、僕から行きますね。なんで選んだか、まあ、あの大学の時に、うん、あのずっと京都の建築の事務所にインターンみたいなの行ってたんですけど、うん、はいはいはい、その方に最後の就職の時に、うん、
あの時岡さんっていう僕の今の社長を、あ、できたの社長の時岡さん、はい、を紹介いただいて、うん、で熊川塾ちょっと遊びに行ってもようと思って、奈良からなんで、まあ、京都出て、うん、あの琵琶湖の湖西線っていう電車でえらい細かいな、大沼津行ってで熊川塾までバスで来たんですけど、うんうんうん、まあ、関西から普通に1時間半ぐらいで来れる距離にある場所やのに、うん、もう全然知らなかった、熊川塾っていう名前聞いたことなかったし、来たこともなかった、来たこともないし、先生に言っても全然ピンときてないし、うんうん、なんかこんな場所に近いのに、うん、あの素敵な場所あるんやなと思って、なるほど、で時岡さんのお話も聞いて、うん、面白いビジョンがあったので、なるほどなるほど、来てみようと思って、だからその熊川宿もいいなと思ったと思うし、やっぱ時岡さんの人柄とかにも惹かれたんじゃないの、うん、そうですね、やっぱりどんな人と働くかっていうのをずっと選んで、うんうんうん、選んでいうか、まあ決めようと思ってたんで、やっぱり一番良かったですね。今何年目だっけ、地域おこし協力隊。今2年目。今2年目。いや、2年目。はい、なんで聞いとんの、なんかもう秘書みたいな。2年目。2年目ね、はい。なるほど。カンタ君はどういうきっかけで。僕はさっきも説明させてもらったんですけど、うん、その大学の時から大井町にずっと関わっていて、で4年間農業体験で来てたんです、うん、でその時にその就職、だから4年生の時ですね、4年生の時に就職のタイミングで自分どうしようかなと思った時に、一応その民間の会社を受けてはいたんですけど、うん、なんかそのなんていうでしょう、大阪でその働きたかったっていうが地元になんか残って、うん、その今僕地元でもいろんな活動してて、うん、でまあ、その地元の青年団も入ってるんですけど、はい、それに残りたいっていう理由でしかなくて、うん、ってなると今若い時にその田舎暮らしを体験して自分に合うか合わないかをちょっと挑戦してみたかったのと、あとその大学生の時ずっと関わっていたので、そのいろんな地域の人とつながりができて、うん、あ、地域ってすごい面白いなって思ってたので、まあ、ちょっとなんか大阪ずっと22年間大学卒業までいたんですけど、うん、ちょっとなんかチャレンジしてみようかなみたいな感じで、はいはいはい、ちょっと田舎に飛び出してきたっていう感じですね。なるほど。なんで堀君そんなニヤニヤしながら。いや、いいですね。意外と聞いたことがなかったりするじゃない。ないないない、うん、かな君真面目に話すな。えらい真面目に話す。いや、それは真面目に話さなくちゃいけないんですけど、めっちゃ真面目にこういう時話すなと思ってさ。緊張してます。そうで、僕がねもう一個、うん、聞きたいとか好きなところがですね、うん、さっきのカンタ君の写真もう一回出ますか。ナタ少女の話を聞きたいですね。まだナタ少女って言ってないからね、さっきの自己紹介。確かに。あ、そうですね。城で住んでるとは言ってたけれども、はい、こちらあのバックにあるのがナタ少女ですよね、うんうん、あれはどういうきっかけであのお城に住むことになったの。そうですね、僕協力隊で3年間、任期があるんですけど、うん、1年目はずっとアパートみたいなところに住んでいて、はいはい、で、うん、なんか僕疑問を感じたのが、アパートって誰でも住むなっていうのと、うん、あとその誰でも住まんな、確かにもう多分自分が出ても誰でも住むなっていうのと、はいはい、そのまあ田舎でその地域のために働きに来てるのに、うん、空き家のなんか問題を一つ自分で解決してないっていうのがすごいなんか後ろめたい気持ちがあって、うん、でそれでまあなんか面白いなんか家というか、うん、まあ、探してた時にたまたまその城を管理してる方が知り合いやって、これはどうやって言われたんですけど、最初僕すげえ空き家だなみたいな。でも最初僕も断ったんですよ。断ったんや。最初ちょっと、いや、その城はちょっとって城は、はい、城はちょっとってなったんですけど、なんか思うと結構いいメリットがあって、はいはいはい、やっぱり地域おこし協力隊って、うん、やっぱりその人に見てもらって、うん、あ、目立ってなんぼやと思ってたんで、うんうんうん、やっぱり城に住むっていうだけでいろんな人が注目してくれるなと思ったんで、うん、それがまず一つと、はい、あと大井町ってやっぱ結構、県内でもその人口が、うん、下から2番目に少なかったりとかあって、うんうん、やっぱりまだまだ注目されてないところやったんで、うんうんうん、自分がどんどん例えばこういうね、その番組とかに出ることで、うん、その、まあ、またいろんな人の目に留まって、うんうん、それで大井町、あ、こんなとこあるんやとか、一回行ってみたいというきっかけになったらいいかなと思って暮らし始めたところです。うわ、めちゃめちゃ今日英語と言うな。いや、しかも面白いのは Google マップでナタ少女で、そうです、はい、ナタ少女で忙しすぎやろっていう、はい、検索してください。いや、しかも本当言ってる通り、この前もたまたま全然違う話で大井町の人に電話したら、僕はあのナタ少女のところの子によく行くんですよって、ああ、あそこの子かって知ってたよ。本当ですか。すげえな。
で僕も遊びに行かせてもらって一回ね泊まらせてもらったんだけど、ね、はい、楽しかった。あとバーがあるのよね、うん、そうですね、お酒をなんか置いてるコーン、バーみたいなコーンを自分で作っていて、うん、そこで結構地域の人もそうですし、そのまあ他のなんか地域から遊びに来てくれた人とも一緒に飲んだりしてます、けど飲めないんですよね。そうです、お酒飲めないですよ。すっげーカンタ君のお酒美味しいんだけど、あなた飲めないんですよね、はい、だからみんなが来てくれるとお酒が減らないっていう。カンタ君も飲んだことある？あります、あります。美味しいよね、最高です、ね、生ビールの、ね、樽があって、そうそう樽もあるしさ、あれはすごいなと思って、やばいこの話だけで終わった。そういうお二人ですけど、さらにさっきの自己紹介で言うと、うん、僕すごく例なんで今面白いなと思ってるのが球磨川宿と、で期待してるのが CC パークなんですよ。なんでこの話も聞きたいなと思っていて、で CC パークってどういうものができるんですか？うん、CC パークはもう、うん、あ、違う、ごめん、肩が出てない。語りやすそうだった。語りそうやったし。でもしかも、堀くんも語れる。一緒に今、うん、2人で仕事。2人ともやってるもんね。はい、うんうん、で、CC パークで仕事をしてるんですけど、うん、さっき話をしてた時岡さんが、うん、のお兄さんと今僕仕事をしていて、りょうたさんの方と、そうです、そうです、はいはいはい、上司が2人、兄弟っていう。お前らね、時岡ブラザーズの、はい、弟子たち。はい、東京ブラザーズ。いやー面白いね、時岡ブラザーズ今レーナー動かしてるからね、うんうん、はい、ごめんなさい、 CC パークの説明です。 CC パークっていうのは、うん、さっきも話させてもらった、うん、みんなで作る公園をコンセプトにした施設でして、うん、でその中にいろんな区画が入る予定をしてるんです、うんうんうん、例えば、新規創業、新しく例えば飲食店をやりたいだとか、はい、そのまあ物販、そのお店を開いてみたいという人向けのチャレンジ区画、はい、であとはそのテナント区画といって、うんうん、多分その今本格的に事業をしている方でさらにもう一歩進んで、あと新規展開したいという方向けの区画もあります、うん、でそこの区画には今、福井で営業されている、ザ・ゲートさんを運営される会社であったりとか、あと今福井銀行2階でカフェを営業されているスリータイムズコーヒーさんが入ることがもう決定しています、はいはい、楽しみですね、うん、はい、オープンはいつ？オープンはね、今年の夏頃一応オープン予定しています、ね、うんうん、まだショップは募集してるの？秋はね、うん、一部あるのはあるんですけど、うん、ちょっと募集に関しては、うん、ちょっと見合わせてるというか、まあ、現在調整しているところはあります、はい、いやあれもだから今から例の新しい面白いのができるなっていうのと、うん、でもう一つがその古き良き球磨川宿、うん、で古き良き球磨川宿にこうできたの時岡さんがやってきてから、はいはい、もう街がこうやっぱりもともと良かったところで取り組んでる人もたくさんいたんだけど、そこに新しい風が入ってきて、うん、だいぶなんか雰囲気変わってきてると思うんだけど、ね、今できたがやってるのってどういうことをやってるの、教えてもらっていいですか？はい、球磨川宿っていう、うん、あの国が文化財に指定した町で、うんうんうん、古民家をシェアオフィスに変えたりとか、うん、カフェに改修したりとか、はい、ホテルに改修したりとかっていうあの建築の開発の事業をしているんですけど、うん、今ホテルは八尾熊川、800熊川と書いて、はい、八尾熊川っていうホテルを、うん、また今度3月も新しい建物がオープンするんですけど、はいはいはい、まあ、展開していて、うん、まあ、それに紐づいてあの EC ショップ八尾熊川の、うん、若狭地域のいいものをちょっと集めて、はいはい、宿場町である球磨川宿からこう、うん、全国へお届けするっていう EC ショップを始めたりとか、またあの食品加工場を作って、うんうん、まあ、お土産品とかがすごい ないので、うんうんうん、まあ、こういうのも作って販売していこうっていういろんなこう事業を複合的にやっているっていう感じですね。俺八尾熊川のロゴが好きなんだよね。可愛いですよね。可愛い。自分でもないけど。デーダラボチだよね。そうそうそう。ミーボーズみたいな。そうそうそう。妖怪なんだよね。そう、妖怪です。妖怪。いや、なんかあの雰囲気がすごく好きで、で、うん、宿も僕何回か行かせてもらってて、今度家族で泊まりに行こうと思ってるんですけど、すっごい雰囲気いいんですよ。皆さんぜひ八尾熊川で調べてみてください。であの海のお届け便と里のお届け便も全部若狭のものを使ってるってことだよ、ね。そうですね。若狭地域のものを使って、うん、やっぱり。すごいいい食材がある地域なんで、うん、それをそのまま届きたいなっていう思いでやってますね今。あとホテルは今全部で今度が4棟目になるのかな。そうですね、4室目ですね、うん、4つ目。いや雰囲気いいんだよね、あそこ。ほんといい雰囲気だな。でどう、最近やっぱ自分たちがやっていく中で、うん、ちょっと街変わってきたなみたいな印象はある？ありますね、やっぱり僕が来た、うん、まあ、1年10ヶ月前ぐらいからよりも、うん、5、6店舗店が増えている、うん、まずそんなに
結構そのレベルで増えてますね。今どんなのが増えてる？忍者屋敷もあるね。忍者屋敷もある。道場もありますし、うん、給食カフェっていう、あそこ美味しいね、あのカフェがありますし、うん、で小道具屋さんが2店舗ぐらい増えたのとかもあって、うそういう動きも重なって、うん、僕ら熊川マルシェっていうマルシェを月1回やってるんですけど、でもほとんどもう地元の普通にあの地元のお店と、うん、まあ、その時だけのイベントショップを集めてくるんですけど、すごい人が来てくれてていい感じです。いやいい感じよ、あそこ本当に盛り上がってます、うん、盛り上がって、なんか行くたびになんかワクワクする。今度忍者道場も行ったんですよ。行きました、面白かったあれ。隠し部屋とかもあってね。そう、すごい面白かった。あれはね、夢ですよね、なんか、あれ男の子はね、すごい楽しそう。シャって日本刀でこうやってとか、そうそうそう、めっちゃ手裏剣、俺手裏剣の才能あったよ。ありそう。手裏剣も投げれるんですよ。暗殺ですか。やめてもらっていいから、すごいあれ。そう、それで、じゃあ、あれも聞きたいので、今まあ取り組んでるのはそういうことやってると思うんだけど、なんか地域おこし協力隊として、なんか自分たちで他になんか取り組んでることとかってありますか？あ、取り組んでること業務以外でとか、最近これ楽しいとか。僕でもカンちゃんのお城すごい羨ましくて、うん、僕も、まあ、普通のアパートじゃないですけどアパート住んでるんで、うん、今度あの熊川のちょっと外れにある空き家を改修して、うん、家をちょっと自分で作ろうかなと思ってるんですけど、そういう地域の人たちが集まってくれる場所でもあるし、うん、結構若者がね、カンちゃんの家にこう集まってくるの羨ましいなと思って、なるほど、うん、そういう場所を作ろうと思ってます。羨ましくなってる。城ではないんだ。真っ白はね、ちょっとね、なかなかないですからね。なかなかないんでね。なんか縄文のああいうやつとかさ、建て穴式住居ね。堀くん強いのが建築出身だから、そ自分で設計できるんですよ。そうだね、まあ、そうだね、なるほど、それ強いな、うん、だからなんか古民家とかそういう風にやったりすると面白いかもしれないね。そうですね、うん、あ、じゃあそういう意味では今後やりたいことみたいになってたけど、カンタ君もいいよ、今後やりたいことでもいいよ。ああ、うん、いや僕も今その先お話してたバーみたいなところを作っていろんな人が来てくれてるんですけど、うん、なんかそれ以外にもなんか結構なんか来てもらえるなんかことってできるなと思っていて、うん、今僕すごいボードゲームにハマっているんで、本当ハマってるよね、はい、ボードゲームめちゃめちゃいいですね。で、協力隊終わってからボードゲームを結構もう買い集めて、うん、でそこの城でボードゲーム会みたいなことをしようとも思っていて、あとはその今までできそのまあコロナの関係とかできてなかったんですけど、うんうん、ちょっと落ち着いてきたら、うん、もう誰でもフラッと来れるような日を設定して、うん、そこでなんかバーベキューとかなんだりしつつ、いい、はい、そんなこともできたらいいなとは思ってます。いや、ボードゲーム面白いよね。ボードゲーム最高ですね。あれ一回やったじゃない、うん、これもあの永平寺町の吉沢郁也くんという、今農家民宿を建てようっていうこの家でね、一回ボードゲームやったんだけど、うんうん、めちゃめちゃ盛り上がったよねあれ、はい、今俺もなんかそういうイベントやりたいなと思ってて、今日もこの収録終わったら友達にボードゲームします。いや、なんかみんなボードゲームってなんか大人になるとやらないんだけど、うん、大人になってからやるとあれめちゃくちゃ面白いよね、うん、なんかボードゲームの、僕ボードゲームの話になるんですけど、ボードゲームのそのいいところって、うん、なんか全然親しくない初めて会った人とかでも、うん、やっぱりなんかそのボードゲームを通してなんか仲良くなれるっていうのがすごいいいなと思っていて、最初ルールさえ説明したらあとはもう勝手に盛り上がってくれるんで、うん、城に来た全然知らない人とかもボードゲームとかでつながれるとすごいいいのかなっていうのは思ってます。種類いくつかあるもんね。そうですね、うん、あるんですけど、やっぱりボードゲームって集め出すと、うん、もうほんま止まらなくなるんで。結構最近さ、敦賀にもあるし福井にもあるし、なんかボードゲームのお店とかあるよね、うん、そこでできるみたいな、うん、なんか結構流行ってるなと思って。そうですね、いやこの話でも一生。そうか、それをやりたいことか、いや、うん、ぜひやってほしいな。だって誰でも行けるわけだもんね、うんうん、中少女で調べたら今、はい、もう門は常に開いてます。勝手に行っちゃダメですね。友達になってからということでね、はい、そうかそうか。でもう一個お話がしたかったのが、うん、このメンバーはですね、あの若さ発掘調査隊のメンバーでもあるんですよね、はい、赤いベスト今日着てないし赤いスカーフしてないんですけど、皆さんにあの若さ発掘でちょっとね調べてほしいんですよ。ネットでひらがなで若さ発掘で調べると、こうあのブログがありまして、こう嶺南地域の魅力をですね我々がこう探してお届けするっていうのをやってるんですよ。でそれの僕が隊長で、この2人がサポーターでございます。よろしくお願いします。来てもらって、どこ案内してもらったかをちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？
じゃあカンタ君から、はい、カンタ君どこを案内してくれたっけ。僕は最初、うん、なんですか、まあ、その町のずっとあれその老舗の酒屋さんと、うん、あとその近くに、うん、まあ、その妙見さんですって言って、まあ、地域の人から愛されてる、うん、なんかそういう場所があるんですけど、うん、まあ、そこをともう一個なんか今いろんなことで取り組んでるお寺さんの説明をしようと、うん、あそこめちゃくちゃ面白かった。ちょっと詳しく教えてもらっていい？お寺の名前から。はい、お寺は長王院っていう、うん、長王院ところなんですけど、うん、今その住職の方は40代ぐらいで、うんうんうん、やっぱり今のお寺やと、まあ、やっぱり若い人とか今の人に親しみがないっていうので、うん、未生くんっていうキャラクターを、うん、未生くん、はい、自分で作ってて、ね、うん、そう、それ可愛いんだよね。はい、でしかもなんかグッズとかも開発しててストラップとかお寺行ったらね、未生君グッズ売ってんだよ。俺買ったもんたくさん。すごい、ね、でしかももう一個おもろいのが、うん、そのお寺入って入り口のすぐ右手にガチャガチャがあって、うん、あ何が当たるか分かんないんだよね。未生君グッズグッズが何が当たるか分かんない。ガチャガチャがあってそこはなんか ね結構なんか、うん、お寺やのにそういろんなことに取り組んでるっていうのが、うん、僕自身としてすごい面白いですし、はい、面白かった。うん、うん、あそこすごい独特だったね。 あそこも行ったな。と野川の滝とかも行ったもんね。あ、そうですね、うん、野川の滝っていうもう一応あんまりその観光地してるところないんですけど、うん、僕結構おすすめなのは野川の滝っていうところがあって、うん、まあ、その滝なんですけど、なんか結構滝って人が多いイメージがあるんですけど、うん、そこの滝は山奥に あって、うんうんうん、しかもその落差がすごい結構あるのにあまり人がいないっていうので、うん、なんか隠れた穴場スポットになってます。いやすごい良かった。そこも俺なんか登ってなんか行き止まりみたいなところありましたね。寺井さん先に行かせて僕が後ろで最強なんだけどなみたいな。っていうのをぜひね、あの若狭発掘で見てみてください。で熊川しか案内しまったよね、堀くんにはね、はい、うん、僕ね最初味方の方でみんな集合して、レピアっていう、ね、レピアやレピアショッピングセンターに行って、うん、あれ一番最初だったね。そういや、そうですそうです、うん、何しようかって言って、うん、なんか本屋さんに迷路があったりとか、ね、地元の惣菜屋さんあったりとかを巡って、うん、で霊南牧場行きましたね。そうだ、霊南牧場も行ったね。若狭牛の種を、うん、まあ、親がいる牧場行って面白かったですね。で最後あの意外とその地元のスーパーって面白いなと思って。面白いですね、うん、地元にしかないなんかお魚とかあったりね、うんうんうん、あのなんかあの時も扇ソーセージとかね、うん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 、そうだ、意外と地元のスーパーでその地のものが分かるっていうのもあるので。で熊川市区もね、山、俺らすげえ山登るんだよねいつも。山しか登ってないです。山かもうお寺か。山かお寺か。そうそう、山もあれだから熊川市区の裏にね、そうです、熊川トレイルが、うんうん、できまして。そう、あそこもすごい。で全部詳しくはですね、若狭発掘でお調べくださいませ。はい、というところでもう結構いい時間になってるんじゃないかな。ほらもういい時間なんですよ。いいですね、とあっという間ですよ。めちゃくちゃしようかな、最後に。あ、怖っ。最後になんかぶちゃぶちゃ。お、いいですよ。最後、だから、カンタ君は地域おこし協力隊で3年目ですよね。はい、もう卒業の卒業です。年ですよね、うん。はい。来年から何するんですか？来年から、うん、来年からは引き続きその、今 CC パークを指定管理しているリライト株式会社という会社があるんですけど、うん、そこで働く予定を。じゃあもう、福井に移住。予定です。ありがとうございます。はい、まだ結果は出てません。じゃあもう福井に移住するわけだ。なるほど、うん、堀くんはまあ2年目だけどまだ分からんけれどもって感じ、ね、そうですね。でもまあずっと、うん、仕込み中の事業もいろいろあるので、なるほどなるほど、ちゃんと実ってきて、うん、熊川がより良くなってきて、育ってきたらすぐに行く。え、育ってきたらすぐに行く。いやいやいや、そんなもんないよ。ずっと関わり続けるけど、それは地域おこし協力ってやっぱ楽しいですか？どうですか？そうですね、うん、地域おこし協力ってすごいなんかいいなと思ってるのが、うん、やっぱりそのいろんな人が知ってくれてる、協力隊のことを知ってくれてる人も多くて、うんうんうん、やっぱりそのなんか県内いろんなところに行って、こんにちは、その地域協力隊してるんですよみたいな話をすると、うんうん、ああそうなんやみたいな感じで、やっぱそのなんていうか、全然知らん人でもちょっとなんか垣根を越えれるというか、うん、親しみやすくなるのかなっていうのは思ってます。なるほど。いや最後、その地域おこし協力隊になりたい人も見てるかもしれないから、その人たちへの熱いメッセージって思ったんですけど、なんかいい感じやな。いい感じにまとめてくれた。なんか準備したみたいですね。マジで今何も用意してなかった。堀くんも最後になんか地域おこし協力隊を目指す人に何かメッセージありますか？いやでもかんちゃんすごいいいじゃないですか、うん、大井町のアイコンみたいな感じで、アイコンや ね、こういう人が地域おこし協力隊になったらいいなと思いました。あ、なるほどなるほど、うん、ね、あのかんたくんを知りたかったらぜひねツイッターの方をご覧ください。
ツイッターが一番ね、はい、元気いっぱいのところ、はい、ツイッター元気いっぱいですなので福井県はね、実はこの2人以外にも本当に40人、約40人の面白い人たちがいて、多分これから地域おこし協力隊の募集とかもまたあると思うので、ぜひ興味ある方、福井県の地域おこし協力隊にぜひなってみてください。いや本当に地域おこし協力隊やってる人ってこう楽しそうにやってる人が多いし、結構魅力的な方が多いので、ぜひ福井で地域おこし協力隊ご検討くださいませめっちゃ笑ってる、アップになってる。地域おこし協力隊の宣伝番組みたいな総務省に褒められるいいですね、褒められるのは好きです、うん、叱られること多いですけどいや本当にだから地域おこし協力隊で調べてもしかして見てくれる人もいるかもしれないので、ぜひ福井県で地域おこし協力隊ぜひぜひということでというところで今日はここまでとしたいと思いますので、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。では最後に大きく手を振って、ではまた、ありがとうございました。また次回、また次回やります。こっち。